皆さんは巨人のエースといえば誰を思い浮かべますか？怪物江川卓氏や桑田真澄氏、そして上原浩二氏など、その時代ごとに代表する圧倒的な投球術を持った投手が巨人には君臨してきました。数々の名投手の名前が挙がりましたが、近年の巨人のエースといえば菅野智之投手ではないでしょうか。一時は日本球界最高年俸8億円を誇った菅野投手ですが、現在はエース失格ともささやかれているそうです。今回はそんな菅野投手の不振について、ある大御所 OB の言葉を交えつつご紹介してまいります。菅野投手の輝かしい実績とメジャー挑戦。菅野投手は野球ファンの皆様ならご存知、紆余曲折ありながらも2012年のドラフト会議で巨人から1位指名を受けて巨人入りを果たします。巨人に入団した菅野投手は1年目から活躍を見せます。開幕ローテーション入りを果たすと、1年間ローテーションを守り、オールスターゲームにも出場。シーズン成績は13勝6敗、防御率 3.12 と新人王にはわずかに届きませんでしたが、新人離れした成績を残しました。翌2014年には防御率 2.33 で最優秀防御率に輝き、巨人のエースに成長します。その後も活躍を続けた菅野投手は、最多勝3回、最優秀防御率4回、沢村賞とシーズン MVP に2度輝くなど、日本球界最高の投手と呼ばれるようになりました。そうして高みを目指した菅野投手は、この頃からある目標を掲げるようになりました。それがメジャーへの挑戦です。初の沢村賞を受賞した2017年オフ、菅野投手は絶対的な力をつけて文句なしにいけるようにと語り、メジャーへの挑戦を示唆しました。日本での実績はもちろん、国際大会でも好投した菅野投手には多くのメジャー球団が興味を示していました。ファンはメジャー挑戦を示唆した菅野投手に対し、残ってほしいという気持ちと、アメリカでどのような活躍を見せてくれるのかという2つの気持ちの間で揺れました。そんなファンの心配や期待の裏では、菅野投手のメジャー移籍には多くの障壁がありました。2020年にポスティングを巨人に容認され、夢の舞台への交渉権を得た菅野投手。しかし、そのメジャー球団との交渉はまとまらず、巨人に残留することになります。菅野投手はポスティング不成立について、 100% 自分の中で納得できるものがなかったと語り、メジャー球団が提示した契約内容に不満があったようです。菅野投手の日本での実績や実力はメジャー球団も評価しており、獲得に興味を示していた球団もあった中、なぜ満足いく契約を勝ち取れなかったのでしょう。2020年の菅野投手は6月7月と史上4人目の月間防御率 0.30 以下を2度記録。開幕から10月まで無敗をキープし、無双状態でした。最終的には14勝2敗、防御率 1.97 を記録し、巨人のエースとしてリーグ優勝に貢献しています。このように圧倒的な実力を証明した菅野投手でしたが、運の実力を持ち合わせていませんでした。2020年シーズン、MLB は当初の予定よりも4ヶ月遅れた7月23日に開幕。さらに試合数は60試合に短縮され、全チーム無観客で試合が開催されたことで、球団の収益が大幅に減少します。 MLB 全体の赤字総額は1兆円以上とも言われ、2020年オフは各球団が経費削減に取り組んだのです。こうなると選手の契約にももちろんしわ寄せがやってきます。菅野投手も例外でなく、この煽りを受けてしまいます。 FA 市場が停滞し、メジャーの大物選手ですら行く先がなかなか決まらない状況で、菅野選手に目が向けられるのは、その大物選手たちの去就次第ということだったのです。いわば MLB の移籍市場の停滞に大きな影響を受けたことによって、交渉が難航という形になり、妥協したくない菅野投手の気持ちも重なり、
翌年オフの海外 FA 権の行使も見据えて巨人に残留することに決めました。菅野投手の不振、自身の実力ではどうしようもない不運の事態もあり、メジャー挑戦を一度保留とした菅野投手。再起を図る菅野投手は意気込んで2021年シーズンに臨みましたが、この年の菅野投手にとって不本意なシーズンに終わります。あるスポーツ指揮者からは、最大の誤算はエースの菅野智之でしょう。絶不調の時期は脱したが、大事な登板を落としている。以前のように不調でも顔で抑える絶対的な存在感がない。金属疲労もあると思いますが、全盛期に比べて球威が落ちている。31歳と若くないし、衰えが確実に来ていると思いますと辛口コメントされるように、衰えが見え始めました。2021年は故障連発で自己最少イニング数となり、ローテーションを守りきることはできませんでした。開幕直後の3月30日、足の違和感で登録抹消。5月7日、右肘の違和感で登録抹消。6月7月とコンディション不良で調整のため登録抹消。金属疲労からか小さな故障を頻発し、消化イニングはわずか115回と3分の2ととどまりました。結果的に6勝7敗と菅野投手らしからぬ成績にとどまり、年俸8億円ということもあり、各方面からバッシングを受けることになります。年俸に見合ってなさすぎ、8億って2桁勝利はマストやろなどとファンから厳しい言葉も上がり、2021年シーズンオフに野球解説者石毛博道氏の YouTube チャンネルで OB 広岡達郎氏は菅野投手について、あんなもん年間4回も故障するんだったらもうやめたらいいんだよと、故障離脱が止まらないようなら現役を引退した方がいいのではと酷評。また1年で7億から8億もらうって、そんな選手じゃないよ、俺らから見たらせいぜい5000万だなと、給料と成績が全く見合ってないと苦言を呈したそうです。厳しい言葉が相次いだ2021年シーズンの菅野投手ですが、年俸8億円から2億円ダウンの6億円でサインした自身の契約公開後の会見では、本当に苦しい1年でしたし、本当に期待してもらっている分の活躍というのが全くできなかった、ただ全然ダメだったかと言われるとそうでもないと思ってますし、後半は悪いなりに自分なりには持っていけたなと、自分だけの力ではないですけど、ただでは終われなかったのでそこは見せられたかなと悔しさをにじませました。またこのような成績ではもちろん目標としていた海外 FA でのメジャー移籍はできず、ジャイアンツのリーグ優勝、日本一に貢献することに全力を尽くしたい、その思いだけですと巨人への残留を決断。メジャー移籍についても諦めたわけじゃないが、頭にちらつかせながらやるのはしんどい、一旦封印して目の前に集中すると語り、メジャーに対する気持ちを封印することを明らかにしました。そして翌年2022年シーズンは23試合に先発し、2年ぶりの2桁10勝を挙げ、規定投球回数にも達しました。しかし5月上旬に右肘の違和感と7月後半にコロナ陽性判定で2度ローテーションを外れることもあり、エースとしての働きが満足にできず、2年で3億円のダウンとなってしまいます。これを見た巨人、そして菅野投手に厳しい広岡氏はシーズン途中にまたもこのように苦言を呈しています。最近の投手は5回で勝利投手の権利を得るとすぐに降板する、人間が堕落するような制度になっているから巨人の選手は太っている、みんな20は5だよ、10勝もできない菅野がエースだというが、私が入団した年に倉敷甲から安原が1年目から3勝してこうすればもっと勝てますと主張したら、1年坊主が何を言っている、3年間で20勝したら話を聞いてやると言われた。それで2年目に12勝、3年目に15勝を挙げて実力が認められた。それが昔の巨人の姿だったんです。9月19日に菅野投手が DeNA 戦で7回1失点の好投を見せ9勝目を挙げた翌日のスポーツ紙は、各紙がエースの活躍を大々的に報じましたが、広岡氏は
10勝もできていない菅野はエースなどとは呼べないと手厳しい様子でした。結果的に2桁勝利を挙げた菅野投手でしたが、菅野投手に厳しい目線を送るのは広岡氏だけではありません。巨人の監督原辰徳監督は、大久保博元一軍打撃チーフコーチが自身の公式 YouTube チャンネルに投稿した動画に登場。その中で、まっすぐを投げるのが怖いというような状況じゃ巨人のエースを背負って立つのは難しいこと、まっすぐ打てるなら打ってみろという気持ちで投げることでスライダーとかフォークの変化球が生きるんであってねと、勢いのある直球を投げ込めないようではエースとしての運用は難しくなると苦言を呈しています。さらに原監督は、野球選手アスリートというのは昔の名前では勝負できない、誰しもが力は落ちる、僕らでもデーブでもみんな全盛期から力が落ちたからやめる、ユニフォームを脱ぐことになった、だからその部分は冷静に見る必要があるし、若い人たち新しい力というものをしっかり指導しておく、目を凝らすというのは大事だなと思っているともコメントし、場合によってはエースの座はおろか一軍戦力としての立場も剥奪し、その枠を若手に与える可能性も示唆しました。いわばエース失格と言われたようなものです。巨人の若手投手には WBC でも活躍を見せた戸郷翔征投手を筆頭に、将来が楽しみな投手が多くいます。2023年の春季キャンプでは、原監督は菅野投手について厳しい目で見る必要があると話し、しばし思いを巡らせて円熟のエースと命名。一方の戸郷投手には若きエースと認定しており、世代交代を匂わせています。菅野投手は、まだまだエースの座は他のやつに譲るわけにはいかない、誰がエースになるのかわからないけど、戸郷、伊織、謙信なのか、簡単に明け渡しているようではチームはなかなか勝てないんじゃないかなと、きっぱり若手の高い壁として活躍する覚悟を決めています。闘志を燃やした菅野投手ですが、2023年シーズン開幕前の3月18日のオープン戦では、右肘の張りを訴え1回21球で降板。試合後の会見で原監督は、私の中でも頭が痛いところ、なんというか信頼しながら放任しているわけだから、しっかり調整してくれているものとこっちは思っているしねと苦言を呈し、エース降格がさらに近づいています。いかがでしたか？今回は2010年代巨人の絶対的エースとして君臨した菅野選手の苦戦についてご紹介しました。平成最後の沢村賞投手でもあり、間違いなく当時日本球界最高の投手だった菅野投手。メジャー挑戦は不運の事態や自身の不振から実現していませんが、もし海を渡っていたらどのような成績を残していたのでしょうか。結果的にメジャーを諦めて臨んだ日本でのプレーは苦戦が続いていますが、メジャーに行っていたならまた違う菅野投手が見られたかもしれませんよね。今年34歳を迎える菅野投手、ベテランと呼んでもいい年齢に差し掛かりますが、2023年シーズンは圧倒的な菅野投手の投球が返ってくることに期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。